お、始まりました。今キャス配信中ツイートしました。リツイートしていただけたら嬉しいです。はい、来た。岡田圭介のダラダララジオデブヤジの、そういうね、自分の感じで、はい。今日は、第31回ですね。ダラダラジオ31回の、なんと今日は閲覧一人来ましたよ。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。ゲストが来ております。イエーイ。ネバーノーベンバーというね、ロックバンドの、ボーカル門脇剛さん、よろしくお願いします。と、ベーシストの渡辺慎吾さんです。イエーイ。 Can you trust me? イエーイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Can you trust me? CD をね、出されたというね。あ、そうですね。これってどこで販売してるんですか？これも、ね、今のところライブ会場と、あと音源が一応ダウンロードできるようになっております。マスル、いわゆるサブスクってやつですか？あ、いわゆるサブスクってやつですね。あ、サブスク、アップルミュージックとかですか？あ、そうですね。そう。なるほどなるほど。その辺で、ネバーノーベンバーさんの公式ツイッターがありますので、はい、そこに、リンクがね、出てますよね。そうですね、ぜひぜひ。ユースハですか、これは？ユースハズ、ハズか、あ、これ S か。ユースハズノーエイジ。そうなんですよ。これ青春に年齢は関係ないみたいな。あ、そう、ね、知ってる、知ってる。そうっすね。いつでも青春だよな。ずっと青春だよな。若さは老いないとかね。そして、ネバーのメンバーさんは、前は名前が違った、はい、前はそうですね、ボーカル、僕門脇剛と申しますけれども、僕のなんかこう、何、バンドプロジェクトみたいな感じだったので、はいはい、門脇剛バンドっていうそのまま名前で、はい、やってたんですけれども、門脇剛バンドさんで、その門脇剛バンドさんと僕が、アウトブレイク、四谷アウトブレイクというライブハウスで対バンさせていただいて、そこで知り合ったと。いや、お世話になりました。その説は、いや、その説はこちらこそお世話になりました。それが 5月でしたかね。あ、そうか、確か2ヶ月前グループ出てきた。え、違う、5月、4月、ん、いや、5月ぐらいですよね。5月5月で、それでその後、ちょっと一緒に飲ましてもらって、あ、そう、飲みに行きました ね、新宿に、新宿のなんか居酒屋で、ね、安い居酒屋に、でその時に今日こういうことしようみたいな話に、ね、流れになったという ね、飛びついたね、はい、いや、もう本当にありがとうございます。僕のあのカソラジオなんですけど、いや、まあちょっとこれからね、はい、こう有名なラジオにね、していきたいと思います。そうですね。なんとか尽力できる。今のところ影響力あんまりないんですが、お互いのこう周辺を告知できたかなと、思ってくれます。よろしくお願いします。じゃあとりあえず一曲やりましょうか。とりあえず、すいません、グダグダなんですけどね。じゃあ、はい、ネバーのメンバーさんの曲ではない、あのネバーのメンバー名義になってからの曲では、残念ながらないんですが、門脇剛バンド名義のコロナ。でもね、もう全部名前、と変えてる、同じですよね。僕らのバンドの曲ということで。じゃあネバーノーベンバーの曲と、はい、大丈夫です。言ってもいいと思います。希望的観測という曲で、これあの PV もありますよね。そうですね。まあハーフのね PV やけれども、なんかあれ元々そのツイッターだけで上げてみて、はいはい、あ、YouTube とかにないってことですか？でも、まあ、最近一応出したんですけど、はい、でも同じやつを上げただけやから YouTube 限、あ、じゃない、ツイッター限定の PV、 初めはね、そう、はあはあ、上げてて、なるほどなるほど、それに、ね、まあ、ちょっと人気が出たというか、ありがたいことに、よかった。じゃあちょっとその曲やってみましょうか、はい、とりあえず希望的観測です。はい、私がピアノを弾きます。イエイ。変幻で固められたタイムラインが
流れてく指でめくってみたいもの探して睡眠時間削って削ってああこんなにも誰かの思いが気になってああその割に誰とも話したくないなんて慎吾さんがねコーラスをねしてましたけど、あそうです素晴らしいハーモニー、ありがとうございます。今なんか二人ん違う、あ今一人見てくれるの、計二人ね。ありがとうございます。いやいやね、これはどういう風に作ったんですか。これはですね、まあ、基本的にうちのバンドの曲は僕が作詞、うん、そうですね。なんかアコギでこうこの日なんですかね、この曲できた日に なんか4曲ぐらいできて曲が。わそういう時ってなんかありますよね。ありますよね。そういう時もありますよね。4曲も1日できたの、すごい。わーってできて、はい、でなんかあれなんかこの曲バンドっぽいと思ってこっちに持ってきて、 あれですか、その何曲か曲ができると、はい、あそれ門脇さんはそのネバーのメンバー以外にも、あそうなんですね、別のユニットをやられてる、はいはいはい、お隣という、まあ、そちらの男女のアコースティックユニットなんですけれども、それじゃあ曲がいくつかできたらこれはネバーのメンバーでやろう、これはお隣でやろうとかこう振り分けるわけですか。そうですね、なるほどなるほど、まあ、複数でやってるとそういう風にありますよね、うん、そうなんです、あでこの希望的観測がバンドっぽいなバンドっぽいなと思って感じになったんだ。そうなんですよ、で持ってきたらねなんか楽しい楽しいっつってみんなでワイ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 ってそうそうそう、なるほど、歌詞と曲ってあれですか、歌詞から先とか曲から先とかありますか。いやどっちもある、どっちもありますね僕。なんかね両方同時の時とかありますよね、なんか。あそういう時もありますね。僕は基本的に歌詞から作るんですけど、まあ、結構アイデア優先っていうかこういう感じのことが言いたいみたいなのがまずあって、そこから周りを固めていくみたいな作り方。確かにでもテーマは決めた方がいいですよね。そうそうそう、テーマがあるといいですよね。じゃあギターポロンポロンで弾きながら、あれですか、こう、こう適当に歌うんですか。ああそうですね、そういうのもあるし、そうさっきの岡田君みたいになんかこれについてちょっと歌ってみようみたいなやつをこうざっくり決めて、はあ、でそれの歌詞を書いたりとかその雰囲気をなんかギターで弾いてみたりとかしながら固めていくのもあるし。なるほど、オッケーです。急になんか進行役の人になった。すいません、ちょっと下手な司会で。いやいやいや。じゃあまあ続けてもう一曲やってみましょうか。あ、どうぞ。じゃあリフレインという、はい、これってこうシングル的な感じですよね。そう、まあ両 A 面というか。門脇剛バンドさんの名義で出てた CD に、うん、この希望的観測のこうカップリング的な感じで入っている曲で、これって最新の方はねネバードメンバー名義なんですね。あ、はい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 、ネバードメンバー名義でもう聴けるという、これは YouTube とかは上がってない。これも一応その Twitter で上げたように1分2分弱ぐらいの短い、あるんですね、ミュージックビデオというか。それは見てなかった。がありまして、ほうほうほう。そうでもこの曲、はい、
多分聞いていただいたら分かると思うんですけど、はいはいはい、すごいこう男女の歌っぽい歌なんですよ。まあまあそうですね、僕も恋愛の歌だと思ったんですけど、恋愛の歌だって僕も思いながら歌ってたんですけど、うちのドラムのキムがね、はい、キムさんね、子供が生まれまして、生まれましたね。でなんかその話を聞くと、めでたい、これもしかしてこう親子にも置き換えるんじゃないかみたいな気持ちになってきて、うん、おーおーおー、なるほど、まあそうですね、うん、確かになんていうんですかね、まあ、男女と限定しなくてもいい、うん、愛が深まったというか話にも聞こえますね。じゃあやってみましょう、そんな曲で、はい、リフレイン、幸せな話をしよう。
っこいい。いや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 、もう皆さんのおかげです。いやエフイありがとうございます。いやこれもいい曲じゃないですか。これも大好きですよ、これ。素敵。いやなんか、うん、結構コメントとかがね来るかと思ったら全く来ない。で本当に来てないのか、それとも来てるけど通信があれとかじゃないか。大丈夫かなこれ。お昼ですからね。次うん、ただ単に来てないだけです。聞いた方がいいのに。オッケーオッケー。いやいや、ありがとうございます本当に。ねですね、リフレインという曲でした。イエーイ。ありがとうございます。ネバーノンベンバーでリフレイン。これはどういう時にできたんですか。これはね、どういう時やったかな。でもなんかやっぱこう多分ミュージシャンの方ならあると思うんですけど、うん、好きなやっぱコード進行というか、ありますね、流れがあります、わかります、はい、それがもうなんか手癖みたいになってて、はい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 、それを多分こうあやっぱこの流れ気持ちいいなってできた曲だと。結構手癖でできたよ。わかるな、あるな、そういうの。あ消えた。今誰も聞いてない状態でございますが、はい、まあこういう時もありますね。まあまあアーカイブをね、はい、視聴いただいて感じで。OK ね。でもまあ4人ぐらいはね、なんか聞いてみてもらえたんで。あ、ちょっとあれですよね。僕と門脇さんは実は5月ぐらいに会いましたけど、はい、実は10年ぶりの再会だったという話がありまして、そうそう、ね、飲み会で発覚したんですけれども、衝撃。5月のライブで対バンさせてもらった時に門脇さんが僕に CD を、なんかくれたんですけど、はい、それが足笛って書いてあって、んどっかで聞いたことあんなっていうか、足笛ってバンド俺高校生の時長野のライブハウスで見たなって思ったんですよ、はい、で足笛ってバンド他にいたのかなみたいな。いやでも珍しい名前だしそんなことはないかって思って CD のこうCD ってこう何いつ頃出たかって書いてるじゃないですか、はいはい、そしたら2008みたいに書いてあったから、うん、2007だか、あちょうど俺の高校生の頃だとっていう話を飲みの時にしたら、まさに本当だったんですよ。いやあれ僕らがその音源リリースして、あの時初めてこう流通に載せさせてもらって、うんうん、足笛というバンドで活動してた時にで流通できたから、ちょ全国ツアー行こうぜっつって行きまいて、はい、それの1本目が長野やったんですよね。そうですね。で岡田君の、ね、地元長野、はい、僕は当時高校生でここ2年だか1年だか本当いまだに覚えてるんですけれども、その1バンド目に出てくるの今日高校生らしいでっていう話して、あそうだそう、なんならそう見に行ったんじゃなくて僕なんか対バンしたみたいなんですよ。そうそう、一番の目のこう出てきたと思ったら、そうそうエレキギターのあのストラップがマジでチェーンでそうあれ金属のデイツっていうあのホームセンターで買ったホームセンターで買ったんすって長野のローカルホームセンターでしかも上半身裸でうわーってすごい気迫がすごい伝わるこれはすごいと思って、あエリコさん来ました、おはようございます、ファンのお世話になっております。ネバーノンベンバーと申します、はい、よろしくお願いします。いつもねなんか僕の活動チェックしていただいてるね、ありがとうございます。コメントもできるんじゃないの。あそうす、コメントこっちからそのあだってこれ喋ればいいこの場で喋ればいい打ってると思う。そこ意味わかんない。そうそう、よかった来てくれてありがとうございます。間に合いましたね、残り10分ですけど、そう、そんな感じで、そうそう、ちょっと今ね話したんですけど、僕と門脇さんはね、そう実は10年ぶりの再会だったという話をね今したところです。僕らが初めての全国ツアーの時に対バンで高校生の岡田くんが上半身裸でギターのストラップにこう本当にあのホームセンターで買ってきた鉄製のチェーンをつけてうわーって歌っててかっこいいなと思ったら、岡田くんも僕のことかっこいいと思ってくれて、そう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 、初めて CD が売れた、それを買ってくれたのがそうなんです、岡田くんだったというこの衝撃の、あそれで、ね、なんか新聞、高知新聞でしたっけ、高知の高知、はいはいはい、になんかそのこと書かれた、ああそう、なんか
あれそうなんです、あの高知新聞、僕あの地元高知なんですけど、その高知新聞の方が取材をしてくれることになって、でそのツアーの途中やったんで、その1本目の時にあの出会った長野でお客さんが全然おらんかったのに1枚だけ CD が売れて、それこう記事として書かれたんですか。記事として高知新聞の、でその高校生っていうのは僕なんで、なんと僕は10年前高知新聞に、ね、高校生として高校生という名前で掲載されていたといういやなんか活動してると思いもかけないことが起こるもんですよ ね続けるって大事ですね。いやいや、そういうね、面白い、あの感動の再会、感動の再会ですよ本当に。いや嬉しかったもん本当に。ねえ、そうですね。それで今10年の時を経て、僕は東京に今住んでいて、そして一緒にツイキャスをやっているという、まあ10年前ツイキャスとかなかったし、確かにね、なんかその感じも面白いですね。面白い。とベースの慎吾さんと門脇さんはどういう風に出会ったんですか。ね、これも四つアウトブレイクやな。そう、対バンしたんですよ。そうそうそう、あ、だから別のバンドで、はいはい、なんていうバンドですか。インザポケットっていうバンドが当時やってたバンド。あ、今活動してない。今してないですね。あ、なんならそのお隣のボーカルがインザポケットのボーカル。え、あの女の方の。あ、そうそうそう。あ、そうだったんですね。そうなんです。あ、じゃあもうその当時からこう関わりはもう。そうですよ。だからギター弾いてたりしてもね。そうそうそう。そのインザポケットのギターも弾いてたし、あ、ギターも弾かれる、ギターも弾いて、あ、私はギター弾いてた、ベースも弾くし、ギターも弾くし、はい、マルチな、マルチプレイヤー、あ、他のもできますか、ドラムとか、あの全然です、全然です、ギターとベース、ギターとベース、弦楽器ですかね、もうできているか怪しい、いやそんなことないです、めちゃめちゃ上手いじゃないですか、まあまあ、とんでもないです、あれ曲も作られるんでしたっけ、たまに曲を作ります、はい。それはあのこのバンドではやってないですよ、ね。そのうち出てくるね。そのうち。あ、今慎吾さんのソロのバンドとかってあるんですか。ソロのバンドはないですね。あ、そうなんですね。じゃあ今は、はい、主にネバーのメンバーのベーシストとして活動。ベーシストとして。うん、それとまたあのハロっていうバンドではギターを弾いてますね。ああ、みんないろいろ掛け持ちして幅広く活動されてますね。そうですね。いやいや。じゃあ、あ、まあ、あと8分ぐらいで一応僕の曲も1曲ぐらいやって、そうそうそう、じゃあ工場長だけやりましょう、時間があるので、工場長、超強情な工場長という曲なんですけど、僕めっちゃ好きなんですよ、ありがとうございます。これを初めに持ってたね。そうそう、これはあのアウトブレイクで、初めて、ね、皆さんとお会いした時に、僕が歌ったということで、今日はなんかコーラスもしていただけるということでコーラスなのかガヤなのかいやいや、じゃあお願いします。ちょっと、じゃあ超強情な工場長、ウィズネバーノーベンバーという、はいはい、超強情な工場長、年中研修編集長、海外出張工場長の異国情緒、超強情な工場長、年中研修編集長、海外出張工場長の異国情緒、生まれは四国高知県、たまたま立ち会った高知現場の現場監督のおっさんに、まだこっさんだった俺はバイトに誘われ、得意の腕プシー、出かけプチだった、暮らしは安定、しかしワンデイ風邪ひいてそのまま出勤したら入院、超強情な工場長、年中研修編集長、海外出張工場長の異国情緒、超強情な工場長、年中研修編集長、工場長の異国情緒、しかしひたすら安静にしてたら状態は好転し、俺は脳天気中で早期退院、そしてバイトに戻らず1年放棄、廃工場引き取り再建、再建後どことなく再建、長い健康情緒となった俺、労働そしてたまに放浪、超強情な工場長、年中研修編集長、海外出張工場長の異国情緒、超強情な工場長、年中研修編集長、海外出張工場長の異国情緒、イエーイ、ピアノソロ、
工場に届いた一枚の果たし状、飛び出してった工場長、でも逆方向、方向音痴の工場長、どっかの踏切立ち往生、でもどうにかこうにかその会場にやっと登場、相手は卑怯なやつら、超強情な工場長、年中研修編集長、工場長は袋にされた、超強情な工場長、年中研修編集長、これ大丈夫、俺敗北、歴史に埋没、俺は負けた、俺は敗者、惨敗、かすか、大社にて参拝、けれどまた立つ、俺は瞬く、星にあやかる、強い気持ちを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 、超強情な工場長、超強情な工場長、超強情な工場長、工場長、ありがとうございます。超強情な工場長 with ネバードメンバーさん、ありがとうございます。こういうあの曲が終わると拍手とかもね、あ、来てもらえたりするんです。ありがとうございます。はい、そういうわけで、ね、超強情な工場長、意外と構成が複雑というね、ずっとサビを繰り返してるわけでもないという、ね、感じだったという、でも打ち合わせなしでここまで、ここまでがどこまでなのか、ここまでコーラスしていただけてありがたいです。というわけでもうあと残り3分半ぐらいなので、あっという間ですね。あっという間なんですよ。なので、娘もノリノリでしたですって、ありがとうございます。ありがとうございます。娘さんがいらっしゃってね、ありがとうございます。じゃあ告知などをしていただいてと思うんですが。はい、じゃあネバーノーメンバー次回のライブがですね、はい、8月13日、はい、四ツ谷のアウトブレイクにてライブがございます。ちょっとね、細かい詳細等々がまだ、あ、そうなんですね、まあ出る人たちとかは出てるんですけれども、なるほどなるほど、ね、何時からとかはちょっとわからないので、かしこまりました。はい、8月13日、8月13日です、ぜひぜひ皆さんお越しください。お願いします。あの、門脇さんの、はい、お隣、あ、そう、お隣の方はですね、次8月4日、8月4日、もう結構すぐです、4日5日にあの高知県で、あ、2デイズですか、そう、まあ、別々のライブなんですけど、4日も5日も高知県でライブが、お、高知県、高知県、歌詞にもね出てきましたけどね、高知県、あの地元ですよね、そうですね、地元でちょっとライブをさせて、なんかカフェみたいなとこですか、そうです、バーかな、うん、バーみたいなところでライブが決まっております。お、ぜひぜひ皆さん、高知在住の方、絶対見ないと、いやいや、 YouTube これ上げるんで、もしかしたら聞く人がいるかもしれないですよ、ね、あの8月、まあ、大阪、名古屋大阪とかも行ってますし、そう、ネバーノーベンバーも11月に大阪でのライブが、ね、ですね、お、11月大阪に、はい、決まってますので、素晴らしい、全国区で、全国区ですね、活躍しております。はい、私は7月19日金曜日にカールモールで、もうすぐです、あ、今週の金曜、ん、来週の金曜ですね、やります、7月19日、ぜひ詳細はツイッターにあげます。あと、なんかこう言い残したことなど、ありますでしょうか。あ、なんだっけ、そう、ネバーノーベンバーもですね、ツイッターのアカウントがございまして、そちらフォローしていただきまして、このアーカイブを YouTube に行くのかな、プレゼント企画、あ、そう、はい、その YouTube 上がってるやつをリツイートしてくれた方にネバーノーベンバーの CD を抽選でね、差し上げようと思いますので、おお、ぜひ皆さん参加してください。お願いします。まあ、募集期間をどれぐらいにする？7月中でしょうか。あ、そうだね、うん、クラッカーとして、ちゃんとしてきました。じゃあ、あともう50秒ぐらいなんで、じゃあ、じゃあね、今日は、岡田圭介のダラダラレディオ、我ながらダセー名前だと思うんですが、いやいや、いいと、第31回こういう感じでね、終わっていきたいと思います。お相手は、お相手、あと私、ジャズピアニストラッパー岡田圭介と、門脇剛さん、ネバーノーベンバーロックバンド、ネバーノーベンバーの門脇剛さん、はい、ボーカリスト門脇剛さん段取り悪い、ベーシスト渡辺慎吾さんの3人でお送りいたしまして、ありがとうございました。英子さん、英子さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。次回もお楽しみに。バイバイ。
バイバーイ。